はい、こんにちは。集荷堂の田中です。ですね、これはちょっとコラムで、最近の表現の自由ですね。ちょっと最近、考えてみたらですね、美術の話題がですね、一般にみんな興味持つっていう機会は意外と少ないので、だいたい何が高く売れたとか、そんなのが多くて、あとは日曜美術館って NHK の番組に何か取り上げられると、そこの入場者数が増えるとか、何でも鑑定団に何が高かったとか、あれは贋物で面白かったとか、そういうのが、せいぜいなんで、愛知トリエンナーレで、反日的な展示があったとかっていうのは、面白おかしく取り上げられたという意味では、そこが美術に興味を持つきっかけになるかならないかってならないような気がするんで、かなり不毛な気もしなくもないんですけども、どこだったかな、相田誠さんの作品なんの動画の作品が、なんかの推薦があったのが推薦取り消されたとかっていう話があって、で相田誠さん怒ってるんですけども、あれは怒るも無理なくて、内容がなんかちょっとネットで誰かがなんかあれっておかしいんじゃないかって言ったら、素早く取り下げたみたいな推薦はですね、話があって、あんまりなんか内容事実確認はしてないような感じがしたんですね。なんというか、ちょっとこう脊髄反射的に何か否定するとか肯定するとかっていうことだけじゃなくて、中身に興味を持ってもらうっていうことが、結局あんまりこう、なんていうか、館長もそうだし、世間もそうだし、なんかちょっと関心がない感じがするので、そこがちょっと残念だなと思います。で、相田さんの作品とか、ちんぽんぽんの作品について、かなりバーッとツイッターとかで否定的な話が出てきたんですけど、やっぱりうちは古美術が中心でしたけど、最近は現代美術的なものにも興味を持ってやってますから、やっぱり彼の作品を追って見てきているんですね。やっぱりなんていうか、ある種の常識を壊していくっていうのは、すごく面白い作品をずっと作り続けてきた人たちなんで、あんまり簡単に美術、普段興味持ったない人がバサッと切るような動きを見てると、あまりの普段の無関心と対比して簡単に切りすぎるというのは、思いました。大体映画とかに興味持つほど、映画とかテレビドラマに興味持つほどは美術に興味ないっていうのは、日本人の概ねの実態なんで、いろんなことも、要するに無関心が原因かなというのは、思うんですけど、何か全否定したり全肯定したりする前に、ちょっとそのもう少し関心持ってもらったら嬉しいなと、ありがたいなというのが、美術賞としての、関心というか、思いですかね。もうちょっとオープンなところで、いろんな人がいろんな議論をちゃんとできるて、美術っていうのは、社会の中で意味のある存在になってくるといいなと思いますね。一貫性であれが良かった悪かったっていうことじゃなくてね、だけではなくて、いろいろ
いうのもいいんですけど、まあ展覧会に足を運ぶっていうことの中からなんか出てくるといいなと思いますね。まあ、そういう意味でそういう文脈で多分愛知の展示についても、なんだろう、中止に反対っていう言葉があったんでしょうけど、僕はあれはちょっと例外だと思っているんです。まあ、なぜ例外というのかということは、やっぱり作品の内容の質がですね、やっぱり少なくとも、いろんな素材を見る限りは、まあ、そういう判断を僕としてはしたということですね。それは足を運ばないということと運んだ方がいいということは矛盾するようですけれども、まあ全部に足を運ぶわけにいかないというところもありますから、まあ、僕の一定判断させてもらったということですけどね。まあ僕の言ってることも完全に完璧とは言いませんけども、まあもう少し大枠で言ったら、もっと興味を持ってもらう人が増えたら嬉しいなと思います。大体この手のもんで、ね、ほとんど美術関係者誰も発言してませんけど、面倒くさいだけど何も得しないからですね。まあ政治とか経済とかいろんな国際問題とかに問題意識を発する美術っていうのは本当はもっと必要だっていうふうには思います。ただそれが何か小さい視点で何か見るのではなくて、ある種の批評だとかウィットだとかユーモアとか、やっぱりその違う角度から見るっていうことに対して、やっぱ人の共感とか理解が得られるようなものであるっていうことがまあ大事なことで、まあ、ただ怒りとかそういうものを生むだけのものでは、やっぱりちょっと美術とは違うんじゃないかなという気はします。まあ画廊である限りは社会画廊っていうか、どんな場所であれ社会性があった展示であってしかるべきだと思いますので、何か展示をするときの意義っていうのはいつも考え続ける必要があるんじゃないかなというふうに思ってます。お疲れ様。はい、ということで、なんかよくわかんないですけどね、取り留めないですけど、以上でした。終わり。